青春応援番組アグレナリン。さあ始まりました、アグレナリン。今回私がやってきたのはこちら、オロク高校。そしてご紹介する部活は女子バレーボール部です。どんな選手たちがいるのか楽しみです。それでは早速行ってきます。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回はオロク高校女子バレーボール部。バレーボール部は今年5月に行われた県高校総体で3位になった強豪校。現在は3年生が引退し、新しいチームとして先輩方の成績を超えるべく日々練習に取り組んでいる。リオちゃんにとってバレーボールのイメージはというと、女子バレーもきっと男子に負けないぐらい迫力あると思うんですけど、男子はなんかもうネットも高くて全然、ね、体験でもできなかったので、今日は女子でリベンジしたいと思います。以前西原高校男子バレーボール部を取材したリオちゃん、部員に混ざって練習を体験させてもらえることになったものの、全くボールに触ることができず、今回はそのリベンジに燃えていた。どうなることやら。早速女子バレーボール部に会うべく体育館へ。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は皆さんの部活を応援しに来ました。アグレナリンという番組で取材させていただきます。花原里穂です。よろしくお願いします。お願いします。オロク高校女子バレーボール部は1年生が15人、2年生も同じく15人、そしてマネージャーが3人の計33人が在籍。夏休み中もこの体育館でほぼ毎日練習を行っている。この時期の体育館は湿気と暑さで過酷な環境。そんな中、一生懸命声を出し練習に取り組む部員たちはすごい。その様子にリホちゃんも圧倒。やっぱり迫力すごいですよね。ボールはもう顔に向かってボール飛んでくるじゃないですか。怖くて見てるだけで。バレー部すごいですね。始まった時からうわーってこの声のもこのパワーがすごいですよね。高校生のエネルギーめっちゃ感じます。そんなバレーボール部を指導しているのは平典明先生。練習始まった時からものすごいパワーでやってるんですけど、元気があってすごい活気がありますよね。はい、そうですね。これはちょっとやっぱりここをなくしてしまうとオロクのカラーは出ないので、やっぱりそこは大事にしたいなと思います、はい、現在1年生しかいないんですけど、今のチームは攻撃力があるので、攻撃力をこのメインとして今練習はしてるんですが、これが発揮できるようなチームだと思います。なるほど。オロク高校のバレーボールは攻撃重視。両サイドからの強烈なアタックで得点を重ね、勝利を掴んできた。また積極的に取り組んでいるのが自主練。基本的な練習やチームの連携に加え、自分の課題に取り組む時間を設けている。自分と向き合い何が足りないか考えることで、技術はもちろん状況に応じた動きができるとのこと。その積み重ねが県高校総体につながった。そんなバレーボール部をまとめるのはキャプテンの平さん。オロク高校のチームの特徴を教えてください。人数がやっぱり多くて元気なところが特徴です。すごい元気ですね、はい、特にキャプテンとして気をつけてるところはどんなところですか。監督、顧問の先生やチーフマネージャーなどに頼らないで、この自分たちで先に気づいて動けるようにこの指示待ちをしないで先に動けるようにしています。そんなキャプテンの平さんは昨年12月に怪我を負って現在リハビリ中。試合には出場できないものの、
キャプテンとしてチームを支えている。今は試合に出てない分、周りから見ることができるので、それを周りから見て中に指示を出したりしています。まだ全力で飛ぶことはできないものの、練習のサポートができるぐらい順調に回復しているのだそう。10月に行われる大会出場に向け復帰を目指す平さん、頑張れ。そんなキャプテンの平さんがチームに欠かせない選手として挙げたのが、セッターの島田さん。島田さんの武器はどんなところですか？ジャンプトスをして、サイドとかセンターとかに速い攻撃のコンビバレーができるところだと思います。オロクの攻撃を支える島田さん。島田さんからの正確で速いトスに相手もついていけず、いくつもの得点をアシストしてきた。今は怪我で試合に出ることができないキャプテンの平さんとも仲が良く、早い復帰を願っている。優奈がコートの中にいるだけで、もうみんなが笑顔になれるし、もうムードメーカーみたいな存在で、優奈の存在は大きいです、チームで。オロク高校女子バレーボール部はキャプテンの平さんを中心に、一人一人が役割を理解し、常にチームのためにできることを考えて行動している。その一人一人の意識が県高校総体3位という結果を生んだ。そんな女子バレーボール部のチーム意識はすごい。さあ、この後は前回のリベンジなるか、リオちゃんのレシーブチャレンジ。頑張る高校生を応援するアグレナリン。今回リオちゃんが訪れたのはオロク高校女子バレーボール部。バレーボール部は5月に行われた県高校総体で3位になった強豪校。そんなバレーボール部は選手一人一人が自分の役割を理解し、自主的にチームのために何ができるか考えながら練習に取り組んでいる。それは選手だけでなくマネージャーも同じ。常に先回りをして効率を落とさないよう練習のサポートを行っていた。そんなマネージャーのお仕事をリホちゃんもお手伝い。コートの横からボールを入れるアタッカーに次々ボールを渡していく。はい、いい感じ。コートの近くで選手たちの迫力あるアタックや掛け声に圧倒されるリホちゃん。すごい、近くでボール打つ音聞いてすごいですね。爆音だ。せっかく取材に来たんだから見ているだけではもったいない、ということでリホちゃんもアタックの威力を体験。リホちゃん、できそうだったらしっかりレシーブしてよ。めちゃめちゃ今緊張してるんですけど頑張ります。ではお願いします。待ってごめん。足元へ来たボールを思わず避けてしまったリオちゃん。その後もブリブリ、今顔の横に来た。無理。じゃあラスト、ラストお願いします。次は打てるように頑張ります。諦めないリオちゃん、果たして。あ、おっとイエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。これはレシーブ成功なのか。当てたというより当たったような気がしたけど、まあリオちゃんが嬉しそうだからいいか。バレーボール部の皆さん、貴重な体験ありがとうございました。オロク高校女子バレーボール部はこれから新チームとして10月に行われる新人大会に挑みます。キャプテンの平さん、新人大会の目標は？優勝します。おー、頑張ってください。これから新チームとして県内のライバル校に挑むオロク高校女子バレーボール部、アグレナリンは君たちを応援しているぞ。オロク高校
女子バレー部の皆さん頑張ってください。せーの、アドレナリン全開。青春の1ページ。今回はスリーサマーさんとルーミーさんから写真と動画をいただきました。まずはスリーサマーさんの写真。最高の仲間とのラストゲーム、これぞ青春だね。お次はルーミーさんからの動画。サッカー部のみんなでヘディングでボールをつなぎながら、最後は見事ゴール。このチームワークは一生の宝。今回も素敵な動画と写真ありがとうございました。番組では皆さんの青春の1ページを大募集。心に残る青春の1ページを写真や動画で募集しています。採用された方にはクオカード1000円分をプレゼント。応募方法は番組のホームページで確認してください。たくさんのご応募お待ちしています。